こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。一般社団法人ユーラシア国際映画祭がお届けいたします世界最高のラジオドラマでございます。私たち第1日曜日の午後3時から、ラジオドラマ制作のワークショップを8月から進めておりまして、これがですね、毎週毎月、ものすごくいい出来なんです。私たちの経営企画部部長金井信義さんが編集してくださいまして、音を重ねてくれています。また今回はですね、なんと豪華ミュージシャンとの、コラボレーションが実現いたしまして、竹光徹さんと、音楽のコラボレーションをしております。日本の中でも、世界的に活躍されています音楽家の、マジカルパワーマコさんからこのラジオドラマの書き下ろしの、新曲をご提供いただきました。わー、いや本当にマコさんありがとうございます。素晴らしい、曲でして、マコさんといえば、テクノの先駆者としまして、この80年代70年代からこのテクノ音楽、宇宙の音楽ということを作曲されていらっしゃいます。本当に天才ミュージシャンでいらっしゃいます。今回私たちが制作しましたのは、ラジオドラマ、その名も、宇宙に旅立つということで、不倫をしているその相手と女性と、そしてその制裁が、最初喧嘩をしてるんですけれども、この女性たちの修羅場がいきなりワープして宇宙に飛んでしまうという、とてつもないファンタジーストーリーなんですね。で、ラジオドラマっていいですよね。セットとかなくっても人の、想像力だけでどこへでも飛んでいけるということで、この第1日曜日午後3時から開催されておりますユーラシアフィルムフェスティバルプレゼンツのラジオドラマワークショップで生まれた作品です。なぜ宇宙になったのっていうことなんですが、こちらこのラジオドラマのレギュラーメンバーである安藤さんの発案で、昨月はこの夢トピアという架空の街で、火星に行くという夢を持った青年が現れるわけなんですけれども、この第2部ということで、今回は宇宙に実際に行ってみる、そのショートコントみたいなものを作ろうということになりました。で、今回は山谷美智子さんが参加してくださいまして、この美智子さんは宇宙の宇宙船と出会って、UFO と出会って、宇宙人と出会ったことで画風がガラッと変わったという、宇宙アーティストと言われる方なんですけれども、美智子さんの実体験をもとに、宇宙人ってどんな感じみたいなことをその場でお聞きして、それをシナリオに起こして、そしてその宇宙人ってこんな感じで喋るんですよみたいなのを美智子さんに教えていただいて、それを再現しました。ある意味ドキュメンタリーなんですね。だって本当に宇宙に行って宇宙人と会った方の体験が入ってますから。ドラマはファンタジーであればあるほど細部のリアリティが大事です。というわけでラジオドラマなんですけれど、今回は女性の生き方がどう変わるかということは、この今の時代の最重要テーマということになってるんですけれども、この夫の妻、そして不倫相手という中で、この悩める二人の女性がどのように宇宙に行くことで感覚や思考が変化していくのかということを、大変短い10分という時間なんですけれども表現をいたしました。私、世界的アーティストの増山玲奈も宇宙人役で登場しております。どこが増山玲奈監督のパートだったか、ぜひ楽しみにしてください。また、今回は素晴らしい、マジカルパワーマコさんの音楽をこのラジオドラマのために書き下ろしていただきました。最新宇宙のテーマソングも、こちらのドラマと合わせてお楽しみください。このドラマですね、次回は11月の、7日に、収録予定でして、今度はすごいんですよ。初めてですね、私たち、ラジオドラマ制作始めて、8月から
3ヶ月になるわけですけど、初めてスタジオでリアルなこのラジオ機材の、マイクの前で、演じるということになります。そうしますと、マイクからのこの距離感だとか、遠方で喋ってる方はどんな風に声を出していけばいいのかとか、今までのワークショップに加えて、さらにディティールをこだわったものが制作できるよということで、ぜひ皆様、貴重なラジオドラマワークショップ参加いただけたら嬉しいです。参加費は、1回、参加という形で5000円。そして毎月、参加してみようと言われる方は、5回ワークショップ参加で2万円ということで受けたまわっております。ラジオドラマのね、収録のスタジオがあまり大きくないので、もうすぐ人数締め切っちゃうから、皆さんお申し込みはお早めにですね。ラジオドラマって本当に面白くて、機材がなくても、セットがなくても空想だけでどこまででも行けるというこの時間を体験していただくと、あらゆるお仕事に携わっている方、また現在お家で主婦をされてるとか、ご両親の介護されてるとか、いろんな状況の方いらっしゃると思うんですけど、一歩踏み出す、風の時代を感じて、こう動き出していくというご自身のチャンネルをこうチェンジしていくきっかけにもなると思います。そしてもちろんプロフェッショナルな、アーティスト役者の皆さんもぜひぜひご参加ください。この音楽提供したいなって思っていただける方は、ぜひその音楽の提供やスタッフとしてという形でも嬉しく思っております。多摩レイクサイド FM さんよりありがたくこの好評いただいているラジオドラマ枠、このドラゴンジャーナルとまた別にもう一枠いただけるということになりまして、そうなりますと毎週30分のラジオドラマを生み出していくというエンターテインメントの新陳代謝がこう活発な、エンタメグループに発展していきますので、皆さんもこのアイデア、ぜひご自身のシナリオを採用してほしいとか、いろんな形のご連絡をお待ちしております。ではラジオドラマぜひご視聴ください。あの時、僕のスマホの画面のロック解除されていなければ、こんなことにならなかったのに。二人がそんな体験をしたとは、僕は知らなかった。すいません。はい。びっくりした。誰だった？中村の妻です。聞いたのね。今何ヶ月ですか？いるのよ、ここに。まだ1ヶ月よ。でもね、命を感じるの。いつよ？いつ？で、何ヶ月かって聞いてんの。絶対夫は認知しないから、夫は認知しないから。私は産むわ。認知されない子なのよ。あんた親として最低じゃない。私の家の近くなの。近所迷惑。迷惑なんだこっちの方でしょ。私の旦那返してよ。何だと思ってんの、人の人生。うるさいわね。私も帰るわ。ちょっと待ちなさいよ。何でしょう、何でしょう、こんなところに。何なのこの小細工して。私じゃないわよ、あんたしかいないでしょ。何この人たち。何を言ってるんですか。我々は生きる人です。何ですか、結婚なんですか。なんで喧嘩してるんですか。私の夫は
なんか撮ったの。撮ってるんですか。大好きな人。法律で認められてるの。私が妻なの。妻って何ですか。なんでどうしたの。何なのこの人たち。地球の人は一人の夫と一人の妻ですか。私の国ではそうよ。でもね、出会っちゃった人とその子供は私が産むの。子供は何ですか。子供は逆らい。また適当なこと言ってんじゃないわよ。話しなさい。子供は命ですか。なんだかわからないですね。仲良くね。仲良くしてないでしょ。前回やりましょうね。あんたたちはどこから来たんですか。地球よ。日本でしょ。日本に決まってんでしょ。あんたたち何なの。日本人じゃないの。何？我々は宇宙人です。あなたたちは誰かわからないですが、何ですか？大きな声でね。あなたたちはハッピーですか？ハッピーではない。ハッピーなわけないでしょ。なんでですか？私はこの子を産みたいのに産ませてくれないの。何言ってんのよ、泥棒猫。早く下ろしてきなさいよ、病院って。猫は大事なものだから泥棒ではないです。私たちの国ではいつも愛で満たされています。愛ですよ、愛、愛。ミュー。ハッピーではないですね。あなたたちもハッピーになったらいいですね。どこでばいいの。やめて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 。誰と手をつなぎましょう。ここに置いてみてください。ここに手を置いてみてください。ここです。何？ここに置いてください。はい、置いてください。あなたも置いてください。手を合わせた瞬間、私たちは地球に降りてきた。あれから二人が変わった。あれから2年、今僕は2匹の猫と暮らしている。何かが変わる。私はもう子供はできたという嘘をつかれて謝った。何かは吹っ切れたような気もする。あの女と手を握った瞬間、彼女も私も許せるわけもないけど、彼女も私も許しも少しずつ時間をかけて自分を大事にしていく。お聞き
ていただきましてありがとうございました。宇宙へ行くこのドラマいかがだったでしょうか。皆様の嬉しい時間、喜びにエンターテインメントが、できたら、届けられたら嬉しく思っております。私たちユーラシア映画祭、そして増山玲奈、大変活発的に、活動しておりまして、次回いろんなイベントがございます。10月24、25はスカベにあるカフェ315で夢を叶えるアートペイントを行います。私2日間泊まり込みで春日部に乗り込みまして、皆様の夢を語っていただきながら、それをアートに起こしていく、壁面に夢の海の絵を描いていくというプロジェクトを行っております。増山玲奈に私の夢、僕の夢、自分の夢聞いてほしいなって思われる方はぜひ会いに来てください。そして夢というのは心の中にあるだけではなくて、一歩踏み出して発信していくことで実現性が高まっていきます。大きな夢をぐんぐんと形にしている増山玲奈が保証します。ですのでぜひいらしてください。増山玲奈に夢を語って、そしてそれを成功の一歩をアートと一緒に踏み出す、そのお時間共有させていただくという、こちらのアート、夢ワークショップ、ご参加はお一人1万円ということで受けたまわっております。まだまだ枠が空いておりまして、まだ間に合いますので、10月24、25、春日部のリゾートカフェ315までいらしてください。ご連絡はユーラシア映画祭ホームページよりも、受けたまわっております。また、10月30日から11月の3日まで、こちらラジオドラマワークショップに参加していただいた宇宙アーティスト、山谷美智子さんのプロデュースで、お台場のギャラリーで展覧会を行います。こちらはですね、ホテル、グランド日光ホテルの2階にあります、ギャラリーにて、増山玲奈がロシアで描き下ろした竜の絵など最新作をお楽しみいただきます。こちらは原画販売もしておりますので、早い者勝ちです。チャンスは1回、ぜひ遊びに来てください。最終日3日は、増山玲奈と、ホテルでのランチタイムを楽しもうと言います、ランチ会を開催いたします。こちらはランチ代は別で、こちらは参加費1万円で受けたまわっております。この直接1対1でお話ししたり、少人数でお話ししたりするという貴重な機会となりますので、ご参加ください。ランチを堪能していただいた後は、ギャラリーで、素晴らしいアートに囲まれながら、ゆっくりしたお時間を過ごしていただきます。寒くなってきましたが、芸術の秋、様々なイベント整えております。11月の7日は、春日部のわらじの会の皆さんと、障害者福祉の、活動、チャリティと合わせた、こちらフリーマーケットにユーラシア映画祭のブースが、誕生いたします。こちらで私も午前中ぐらいまで春日部に行きまして、似顔絵描いたりだとか、グッズを販売したりだとかしてると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。映画への寄付ボックスもございますので、直接応援したいなっていう方、また会員になりたいんだけど、どこから行っていいかなっていう方なんかは、ぜひご連絡いただいて、直接会いに来ていただけたらと思います。11月の24日は、銀座の、デイム銀座ビル、の8階にあります銀座サロンにて展覧会を開催しています。こちらアートのみならず、このお米やお野菜、美術品、美容グッズ、様々な形でブースをお出しいただけます。そしてそのブースに出していただいた商品をそこで販売していただけてるという特典付きで、そしてまたその商品をオンラインで販売させていただくということで、お一人様1万円で、ブース、そしてオンラインショップ参加券ということで受けたまわっております。こちらすでにかなりブースが売れておりまして、早いもの勝ちですということで、ぜひ、こちらのデーム銀座ビルいらしてください。このデーム銀座ビルは年末に取り壊しが決まっておりまして、たくさんの思い出をくれた建物に感謝。
出会った皆さんと再会の機会とさせていただいております。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭プログレスの提供でお届けいたしました。またお会いしましょう。